皆さんこんにちは、ケンケンです。今回はリビングの120cm 水槽、シクリッド水槽なんですけども、それの水換えの様子をお伝えします。水草水槽と違ってね、水換えそのものは非常に簡単なんですけども、ちょっとこれ改良した、ポンプ使ってるんですけれども、砂の中に糞とかそういう関係の汚れが溜まってるんで、それを砂を吸い込まないで、排出しております。どうしてもね、魚自体も大きいし、餌もよく食べるので排泄量が多いんでね、これ水替えをしないとかなり水の状態が悪くなるんで、逆に言えば水替えさえしておればね、丈夫な魚なんで安心なんですけどもね、1週間に1回、全体の水量の3分の1を、水替えしてるんですけどもね、水草水槽と違って、雑になってしまいますけどもね。以上で定所の掃除が終わりました。これ今メラミンスポンジで、前面の苔とかの汚れを取り除いてるんですけれども、あまり今回汚れてませんね。これガラスじゃなくってアクリル水槽なんで、多少傷がつきやすいんでね、ちょっと注意してやってるんですけども、もう傷そのものは結構この水槽古いんでついてますけども、この処理もね、水草水槽と違って割と荒っぽくやってますけどね。から、水道の水注入 してるんですけどもね、これ軽き抜きなんですけども、3分の1しか水は変えてないんで、適当に、軽き抜き入れてるんですけどもね、特に、問題なく今までやってきましたけども、で今はちょっと涼しくなってきたんで、今までは全く水道の水そのままだったんですけども、今はちょっと湯沸かし器通して、低気温25度程度なんですけども、その、水を入れてますけど、水質の調整とかもそういうのはあんまり、日本の水はいいので中性前後の水なんで、これで十分だと思いますけども。
水が入り終わりました。まあ、これろ過層なんですけども、オーバーフロー式方式なんでね、ろ過層も広いしろ過材もたくさん入ってますんで、ろ過効力は非常に優秀ですね。水替え直後なんで多少水が濁ってますね。プレコも一応一匹だけいてます。これちょっとまあしてからの映像なんですけども、もう水そのものはすごく綺麗になってます。水替え直後は魚の調子もいいんでね、よく泳ぎ回ってますね。まあ、シクリッドはまあ闘争も多いし、まあ、ここに入ってる魚はみんなおとなしい魚ばっかりなんですけども、まあ、闘争が起こると多少傷ついたりとかしますんでね、その辺ちょっと毎日注意が必要といえば必要なんですけども、まあ、混泳さすと結構豪華な水槽ができるんで、それはそれでいいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。ケンケンでした。